私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐相葉雅紀主演、それがいる森、制作陣は何がやりたかったの？ホラーにも SF 作品にも振り切れなかった印象。興行面は好調も、脱作、と酷評続出。映画コメンテーター、無駄なシーンが長い、と指摘。嵐相葉雅紀主演映画、それがいる森、が、9月30日に封切られた。公開初日3日間の動員は約129,042人で、興行収入は1億6,455万4,590円を記録。ニュースサイト、オリカンニュースは、今年公開のホラー映画の1となるスタートを切った、と伝えているが、ネット上にはシビアな感想が目立つ、という。ひとまず、興行面では大コケを免れた、それがいる森、だが、公開2週目もこのまま勢いをキープできるだろうか。映画コメンテーターの有村昆は YouTube チャンネル、有村昆のシネマラボに、それがいる森、の酷評ポイントをそうまとめ。相葉雅紀主演、中田秀夫監督、批評解説、と題した動画をアップ、10月2日配信。自身が鑑賞した上で、同作の残念なポイントとして、セリフで全てを説明する、無駄なシーンが長い、などと指摘していました。同、実際、ネット上でも、緊張感のない演技、説明セリフの多さ、ダサい演出、音楽、全てが無理。文句なしの今年ワースト候補作、無駄なシーンが長くて飽きた、など、酷評祭りだ。中には家族で楽しめるホラー映画だと思う新感覚のホラーだった。主演の相葉さんの演技も、とても良かった。賛否両論ありそうだけど、笑えたり、ハラハラしたり、まさにホラーエンターテイメントだと思った。と、好意的な意見もあるものの、10月3日時点では否定的なレビューの方が多い印象です。ダサく、とネット上でこき下ろされていることで逆に見たくなったという書き込みもちらほら出ていますが、それがいる森は不可解な怪奇現象が起こる実在の森を舞台に描くホラーエンターテインメント。と銘打った作品で相葉演じる主人公田中純一が得体の知れないそれを目撃したことから怪奇現象に巻き込まれていく物語。相葉の他に松本実公、江口のり子、新藤秀和、小日向文世、ジャニーズ JR の上原健心といった個性豊かなキャストが出演している。また、監督は、リング、1998年、事故物件怖い間取り、2020年を手掛け、ジャパニーズホラーの巨匠とも呼ばれている中田秀夫氏が務めた。相葉にとって、ミラカルデビクロ君の恋と魔法、2014年公開以来、8年ぶりの映画主演作となるだけに、業界内外から注目を集めていた本作。10月1日から2日の全国映画動員ランキングで4位にランクインするなど、好調なスタートを切ったが、映画レビューサイトやツイッター上では、その内容をめぐり、主にホラー映画ファンから、期待外れだった、ジャパニーズホラー映画、とか言ってたのは誰だよ。ツッコミどころ満載で途中からギャグ映画にしか見えなかった制作陣は何がやりたかったの？ホラーにも SF 作品にも振り切れなかった印象、などと手厳しいコメントが続出している。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。